この人。リツコさんか。ふん、そっか。ところでさ、これ。前にも一度見せたっけ。うん、だかとは思ってたけど。そうか。帰り気をつけて。お互い死に近い場所にいるわけだし。私は大丈夫。はい。僕を産むために読山の実家に帰ってきていて。それでね、普通の義眼は可愛くないからってお母さんが特別な目を作ってくれたの。隠さなくてもいいのに。美咲、その目綺麗だと思うけどな。優しくなんかない。暗くて、どこまでも暗くて、どこまでも一人っきりなの。一人きり。そう。でもそれって生きていても同じよね。6年前の3年3組の担任だったんですよね。それで母のことも。そうだよ。あの、先生は僕たちのこと無視しなくて大丈夫なんですか？明日から同類だよね。え、うん。うん。よろしくね、榊原くん。でもね、正直、美味しくないの。自分で料理は？ううん、全然。レトルトを温めるくらい、みんなそんなものでしょ？僕はいつかね。うん。そういえばさ、ここで絵描いてたよね。あの時の絵もうできたの？何？え？気をつけた方がいいよ。もう始まってるかもしれない。